5種類の 5問出してたやつの、はい、回答を最近もっともらいたいなと思っております。ありがとうございます。これ後ほど、参加されなかった方も見ていただいて、どんな内容があったのかって分かりやすくしたいので、もしよかったら簡単にでいいんで、1個目こんな質問っていうの言っていただけると、見てる側の人も分かりやすくて、すいません。分かりました。一つは田原1号線、法源寺さんから羽黒湖町かな、遠い分とかの交通量、これ通学路になってるんですけども、朝夕の交通量が激しいと、何か対策はないかということです。で、2つ目は今のとこと一緒で、不法投棄があるんですよ、同じ1号線で。それを何か看板か何かつけていただいて、あれしてもらいたいなというのと、それと3番目は掲示板がね、貼る枚数が最近多いんですよ。それと老朽化してきてるから、ビニールじゃなくて引き戸的な掲示板にしてもらいたいなという。それとあと河川敷の樹木がだいぶ草も生えてるし、あれをなんとか伐採してもらいたいなと。それで5番目はちょっとこれ市長さん関係あるのかどうかわからないんですけど、イノシシの問題で補助金を増額していただきたい。下田原は大体年に5、6頭取れるんです。その作業してる人たちの普段仕事を持ってますんでね、その辺を補助してやらないと難しいかな。それと最後に交通の便ですけども、片町線はね12時まで走ってるんです。ところがコミュニティバスは11時で終わりなんです。田原までどうやって帰ってくるのかなと、この辺をちょっとこの間市に聞きに行ったら、ちょっと予算がないんだよという話を聞いたんですけど、この辺をまたよろしくお願いします。ありがとうございます。順に、まず1点目2点目が両方1号線のことかなというふうに思います。あ、正確なので持っておいてください。はい、まずですね、私も確認現地行かせていただいたんですけれども、一応看板どっち向きで言うたらいいですかね、こう橋を渡って、こう下田原の方に入っていく方向で見たら、こう右手側にこう捨てやすくなポコッとへこんだエリアがあるかなという。で、今看板市と警察で不法投棄のやつ今多分出させていただいてるのと、あと多分霊園も出してるのと、あとすごくもう錆びてたんですけど、地区でもおそらく出していただいていて、で啓発看板っていうのを、まあ、今後、まあ、既に設置してるので、まあ、よりこう強くしていくのかとか、ちょっとカメラの前っていうのもあれなんですけど、だから他地域で、ひどいところ不法投棄がっていうのは、まずその例えばダミーカメラみたいなですか、ね、置いたり、あそこちょっと電気どう引こうかなっていう話があったんで、まずいきなりやると難しいなと思いながら、それダミーカメラみたいなのを置くことで、その何ていうんですか、こう気をつけさせるというんですか、そういう対策やってるところも実はあったりするので、まあ、担当とも話してまして、まあ、本当ひどくなってくるゴミの場合やったら、そういうのを置くことでこう意識、捨てる人に意識させようかみたいなのはまずあるなという話をさせていただいてました。一方でこの交通量ですね、今の朝の時間帯だけ規制という形をとっているというふうに理解しているんですけれども、まあどうしても168じゃなくてこの中を通って抜けていくと。で、根本的解決法は
今整備しているこの清滝駒場道路が、あのもう土台できてますけど、あれが上通っていただければ、まあ、大きい車両の中を通っていく車のそのものの数が減るので、通過交通そのものの量は減らせるかなと思ってます。でこれがまあ根本的解決かなと思ってます。ちょうどですね、私が市長にならせていただいた7年前は市場奈良店の方はおおむね、まあ、事業が進んでまして、であれはどこまで行くかというと生駒通って、木津川と青果町まで行くんですけど、実は木津川青果町側もほぼ終わってまして、市場奈良店側もほぼ終わってまして、あの生駒が今止まっているという状況です。私がここに来させていただいた時はまだ用地買収もほぼ 0% ぐらいだったんですが、ついこの間一緒に東京に国の、まあ、これ国の事業なんで国に応募行かせていただいた説明聞いてたら、大体生駒側で 7,8 割ぐらいあの用地買収の話も終わってるので、まあ、ほぼほぼもう事業化が見えてきたかなというふうに思ってます。なのでそれは 100% 用地買収終わらないと事業始まらないんじゃなくて、もう買収終わったところから順次土台作っていくみたいなので、まあ、ようやくこの清滝駒道路からのこの163の延伸というのは少し見えてきたかなというふうに思ってます。まあ、それでまあ根本的解決をしていく。でこの交通規制の部分なんですけれども、まあ、もうこれ行政が市としてできるのはもう啓発以外はなくてですね、根本的なルールの変更ってなると警察との協議っていうふうになってるんですけれども、イメージとしてはその今朝も規制かけられてるのを夕方にもできるかやっていくかみたいな、そんなことを地域としてイメージされてる感じですか、ね、どんなイメージですか。いや最近はね、子供が少なくなったから通学路って言ってもあまりその学校の方の方なんですけど、その辺がまたね難しいんですよね、うん、私もちょうどこの不法投棄のとこ見に行ってる時も、まあ、明らかに田原に関係なさそうな大きな車両がボーって通り抜けてて、またおそらくこれのことを言ってらっしゃるんだなというふうに思ってたんですけれど、規制時間をの増やしたいみたいな、一度死の道なんで、シャットダウンっていうのは申し訳ないです、石の道なんでなかなか難しいかなと思ってるんですけれども、こう規制時間を増やしたいみたいなことをイメージされてるなら、警察さんとこうそういう協議をさせていただくことになるかなと思ってるんですけど、それかもう啓発をもっと頑張るとか、そのどっちの方向をイメージされてるんですか。いや前あのグリーンホームから、はい、その163に向かう、はい、農協の前の道を止めてたんだけど、はいはいはい、なかなか入るやつはもう入ってくるんですよ。であそこも通学路やから、はい、そうですね、あの人が立って止めたんだけども、車を写真撮ってその会社へ出したんだけど、まあそういう人間、まあ、止まらないですから、だからその辺はどういうふうにするかね。だからほんまはおまわりさんが立ったら一番早いんですけど、そうもはいかないからね。だから今の1号線でも工場がなくなったらもう人が通らなくなっちゃう。その辺をまたどういうふうにしていくのかな。まあ、そうですね、おっしゃる通りずっと警察の方張り付くっていうのはなかなかおそらく難しいのかなというふうには、あの正直なところ思います。ただその今例えば朝規制かけてるところでも守られてない方とかいるのであれば、まあ、その時間だけでもその警備強化していただくみたいなご相談はできるのかなというふうには思ってまして、どちらかというと一定のその何ていうんですかね、取り締まりの強化みたいな方がイメージとしては近いみたいな感じですかね。なるほどなるほど、分かりました。まあ、どういうことができるかっていうのは警察さんと、まあ、協議せざるを得ないので、またあの担当これ建設管理になるので、まあ、どういうふうな取り締まりができるかっていうのは警察さんにも情報共有させてください、ね、ありがとうございます。で3点目のですね、掲示板の件なんですけれども、これですね昨年度、対話会、まあ、20数箇所でやらせていただいた時に一番多かったご意見が実はこの掲示板のことでして、調べたんです、各地の、北川地各市がどんなふうにやってるかっていうと、分かったことがですね、あの市場南手市の掲示板の数が異常に多いということが
実は分かりまして、例えば平方さんとか、まあ、人口40万ほどいらっしゃいますけど、市掲示板って4台ぐらいしかないみたいにして、でもう森口門真とかだとそもそもないとかで、片野さんとかでも多分もううち多分10、20ぐらい、うちがね107、80ぐらいあって、もう人口に対してもうすごい数があるっていうのが分かったんです。で今考えてるのが、今やっぱり自治会の皆さんのご力さもいただきながら、まあ、張り替えていただいたりしてるわけですけど、やっぱりこれもご負担、数が多いとやっぱそれはそれでご負担になってきてるっていうのもありまして、やっぱりこの掲示板きれいにするにしても、今ある百何十本全部きれいにするというのはものすごい予算がかかってしまうので、一体そのどれぐらい、どこにどれだけあるのがいいのかっていうのは整理せないと、全部やっぱりやるとすごい額になってしまいますから、で今広報担当の方で、議論してまして、この次の夏までには一定結論を出していくと。でやっぱりその時には自治会長の皆さんのやっぱりご意見聞きながらやらないと、やっぱり地域のここの交番を見てるから、やっぱりなくすっていうのは難しいとかってあると思うので、それを次の夏までに取りまとめさせていただきたいなというふうに思っていて、今後地区会長協議会とかでもご意見伺おうかなと思うので、その時に積極的に塗っていただきたいなと思います。基本的には少しも間引いていって、でもしどうしても残すところっていうのは少し立派な形にしていくっていう考えが、一番こう皆さんの負担とかも含めて理解が得られやすいかなというふうには、もしかしたら地域によっても全部なくてもいいという方もいらっしゃるかもしれない。それはまた協議をさせてください。で、貼る枚数が増えてしまっていることは、これはもう完全にこの行政側の、まあ、手違いというか間違いでして、やっぱり8枚しか貼れるようになってませんから、9枚以上渡するというのはやはりご迷惑になっているというのを改めて市の方で共有させていただいて、そういうことがないように努めたいと思います。ありがとうございます。4点目にいただきました各河川内の樹木ですね。基本的にご存知の通り、大阪府の川になっているので、まあ、積極的に、毎年枚方土木事務所長さんとかもお会いする機会がありますので、それは必ずお伝えをしていって、樹木の伐採もう本当にこっちもたくさんありまして、ご存知の通り163行っても西中学校の向かい側とかジャングルみたいになってたりとか、まあ、順番にどうしてもやっていく、大阪府さんの予算の範囲内で順に区間を決めてやっていくということになるので、もう機会があるたびにこの樹木の伐採は府の方にもしっかりお伝えをしていきたいなと思います。で、いただいた5点目ですね、鳥獣対策ですね。これについて、まあ、イノシシですけれども、今おっしゃっていただいた補助金の話をさせていただきたいんですけど、それは下田区の皆さんの、まあ、いわゆるこのレンジャー隊の皆さんに対して、捕獲あたりに出されている報奨費の話ですか。どの補助の、いや、カゴの話もある。カゴの設置全部あるんですよ。カゴの設置は毎年おそらく市の方でカゴを買う数を増やしてなるべく設置していってるっていうような形なので、補助というよりは市のカゴ数買う数を増やした方がいいんで、そういうことですね。それは今おそらく確実に鳥獣被害防止計画っていうのを市持ってまして、で年度目標を立てて、まあ、何頭までみたいなのをちゃんと立ててるので、まあ、それに応じてカゴを買う数っていうのは増やしてますので、これは今後もしっかりと一緒になって、やらせていただければなと思ってます。でその過去以外の補助の部分でどんなことを意味されてますか。あれは、地区の協議会がありまして、有害鳥獣対策協議会、あそこから出していただいている、まあ、報奨みたいな形になっているので、あれは市から直接出させていただいているものではなくて、地区の協議会から、で協議会は、下田地域の皆さんと霊園と市で組んでやってるものなので、そこの場で予算の場で議論すればその額っていうのはもちろん変動させる、だから市が直接やってるものではない、そんな感じですね。で最後のコミュニティバス、これはぜひ皆さんのご意見も伺いたいんですが、今もともとですね
コミュニティバス全体のかかってる費用というのはだいたい年間2億円ぐらいの運行費用がかかってます。で、私が着任させていただいた頃っていうのは、あの赤いあの京阪バスさんの、計6台ありまして、でうち4台を主に田原地域とこの駅を結ぶで、残り2台をこう西部地域を循環させるっていうのをやってたんですね。でそれでその当時はまだ運転手の人件、いろんなエネルギー価格とかも今より7年前で抑え目やったんで、6台回してても 1.3、4億円ぐらいだったと思います。ただどん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 運転手の確保の難しさとかいろいろな要件変わってきてまして、この6台を維持しようと思うとすごい費用になってきたんですね。でよくよく整理するとこの西部地域2台回してたんですが、これ見てみるとだいたい1台あたりの平均乗車数があの大きいバスに2人っていうことが分かったんですよ。でやっぱりそれを1台あたりまあ数千万もするバス運行経費をかけるっていうのはどうかという議論になって、実は今この西武線日本っていうのを廃止して、令和2年度からもともと4台やったのを田原と駅結ぶ本数を5台に変えて、でこう快速便も増やしながら、なんて言うでしょう、増便をしたっていう経過になります。これが令和2年度の段階です。ただですね、今これさせていただいた時点でだいたい他市と今このコミュニティバスにかけている予算をですね、人口あたりで比較してみたら、だいたい市場のあてが近隣都市と比べてこの公共交通にかけている予算って今5倍ぐらい常にその使っているという状況なんですね。他の市と比べると、まあ、5台っていうのをしっかり確保させていただいて、でこれをおっしゃっていただいた時間を延長するとか、まあ、台数を増やすとかってなってくると、まあ、当たり前ですけどもさらにまあ費用というのが膨らんでくるっていう議論があります。で今何が言いたいのかっていうと、これまで4、5年前まではコミュニティバスのこれ全体の運行経費やとすると公共交通なんで運賃を支払いしていただいてますよね。この運賃収入と市が入れてる税金の割合をだいたい1対1っていうふうに見てずっと運営してきました。ただどん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 運行経費が上がっていくもんですから、今実は2対1、要は3分の2を税金を入れて3分の1運賃収入をいただいているっていう、そんな状況になってるんですね、割合として。で難しいのはこれを例えばもっとまあ税を入れていけば夜遅くまでもしかしてできるかもしれないけれども、じゃあその乗車人数とか考えていた場合に、あまりにその利用者数が、まあ、1人2人ってなってくると、やっぱりそれだけで数千万っていう年間経費が上がってくると、もうこれ以上この公共交通でこのバランスを上げていくって非常に難しくてですね、なぜかというと今度は逆にこう西部地域の人からすると、我々からしたらこのバスもなくなったっていう状況なのに、こっちのこの運搬にさらにこっちに費用を入れていくんか、なので予算がないというよりも地域全体のバランスの中でやっぱり予算っていうのは作っていくものかなと思ってます。で今後重要になっていくのは、今運賃が3分の1の負担でいただいてるんですけれども、今どこも民間さん値上げしてますよね。当然ガソリンの値段とか上がってて、で来年度から法律変わって、運転手さんの規制というのが強くなっていくので、運転手確保が厳しくなると言われているので、おそらく運行費がどもっと上がっていくと。だもそもそもこの5台を維持するっていうのが難しくなってくる今可能性があってるあるので、ここを見つめ直さないといけないなって正直我々も思っています。どういうことかって、まあ運賃です。ただね、やっぱりこのコミュニティバスっていうのは外出するやっぱりいいきっかけになるものなので、高齢者の皆さんの今の負担を上げるべきなのかっていうのはまた別なんですね。一般にこう勤めに出られてる方とかっていうのは基本的に会社から交通費負担とか出てるので、やっぱりそこの
方々からは申し訳ない、やっぱりエネルギー価格とかも上がっているので運賃をしっかり納めてください。ただしやっぱりそういう高齢者の方とか、わかんないです、学生とかっていう方はそこまでここを上げてしまうとやっぱり乗れなくなるので、そういう方は例えば据え置きしながらもう少しここの負担をいただくことでバスの運行をしっかり維持していくと。でもしその、JR に合わせた時間帯がだいたいね今5台で2億円ぐらいなんで、どういう経費感覚かってだいたい想像つくかなと思うんですけど、最終便の時間伸ばすってことは運転手さんの人件費にそのまま直結するので、その負担ぐらい乗られる方がいらっしゃるのであれば全然回すことは別にできないわけじゃないです。運転手さんが確保できればいいので。ただ申し訳ないですけど今10時確か55分ぐらいが最終かなというふうに思うんですけれども、やっぱりそれにこう乗車される方の数って激減するので、かける負担に対してのやっぱり利便性向上が見込みづらいというお話になってしまうというようなもうご説明になってしまうと、やっぱりどうしても税を使ってやる事業なので、これだけ投入してこれだけの方が利益に受けられるっていう割合にはやっぱ終電の場合だとなかなか到達してないと言わざるを得ない、そんな状況になります。なかなかあの前向きなお答えじゃなくて申し訳ないんですけど、やっぱり市全体の予算の使い方から、まあ、そういうお答えにはなってしまうのかなと思います。ちょっと不満があるのはね、奈良交通は夜遅くまで走ってるんですよ。だから近鉄関係ですね。で、非常なんだよ。じゃあその関係かという。奈良交通さんはそれを走らせても運賃収入の方が上回るので走らせていらっしゃるんだと思うんですけど、主要なんていうのは申し訳ないですけども全体の3分の1の運賃収入っていう設定にしているので、もう伸ばせば伸ばすほどあの税負担の方が増えるっていう関係性になってるっていうのがその根本的な難しさにはなっています。おそらく奈良交通さんだとその近鉄線で、まあ、生駒市の方と田原の方と両方使われる方がいらっしゃるので、おそらくここの収入でバス走らせられてるんだろうなというふうには思っています。実際どれぐらい乗るか乗られるでしょうね、その終電ぐらいやったらバス走ってたら。いや多分 2,3 人だと思うんですよ。そうですよね、小さな車にしてね、その1時間だけを走らすと。ありがとうございます。そのご意見もね、時たまいただく、どうしてもお話しさせていただきたい、お話しさせていただくと、このこういうのって運輸局っていう国交省のところがこういうお金を払って乗る、要はタクシーもこのエリアだけですよとか、民間バスはここを走らせてください、全部ルールで決まってるんですね。で、市が勝手に、なんて言うんでしょう、そういう新しいものを走らせちゃうと、例えば民間タクシーさんの事業を圧迫することになるので、許可がそもそも降りないんですよ、その市独自の。本当の地方部で、バスも電車もタクシーも何にも走ってないっていうところで、よく市が独自の小さい車走らせてっていうのはニュースとかでもやってますけど、あれはもう何もないから、できるのであって、すでにこうタクシーとかバスがあるエリアで市が独自で何かを走らすっていうことは基本的にお金取ってやるっていうのは非常に難しいということになっています。じゃあどうするんだっていうことになるということですね。でもただ公共交通としてはやはりある程度、まあ、税の負担をいただくことになるので一定の利用が見込めると、まあ、あの拡充はできますけれども、今の利用される方の状況だと難しいな、そんな状況です。おっしゃってることはよくわかります。市場なんて全くタクシーとか走ってないところやったら多分独自事業としてやることはできたんだとは思う。市場なて市の友好都市で紀北町というのが三重県にあるんですけど、そこは1台もタクシー会社が、あのタクシーが走ってない地域なんで、もう市で1台回してるっていうふうには聞いて、そういう地域はそういうことができるわみたいなです。ありがとうございます。6ついただきましたかね。
ありがとうございます。で、一つ次ですね。はい。すみません、掲示板の話が出たんで、はいはい、まあ、今度新しくするのはだいぶ先の話になると思いますので、お話するんですが、はい、農協の駐車場の横に掲示板があるんです。で、これはね、どうも市の掲示板でないらしいんです。なるほど。で、そこにはずっと掲示は続けておったんですけど、つい2、3日前に候補の方が来られて、ビニールを張り替えてくれました。で、こう変えてくれるんか言ったら、あ、ここは違うからダメやって言われます。ただ、なんとかこの市で、管理するというふうに変えてもらえませんでしょうか。まず設置、どこが設置されてるやつなのかというのをちょっと確認させていただきたいなと思います。結構地区で西部地域でも独自にそれこそおっしゃってるような立派なガラス戸のものを設置されてる地域とかもあるので、やっぱり難しくてですね、そこ一箇所だけ見たら一箇所なんでまあいいかなみたいな空気もあるんですけど、一箇所やりだすとその他のやつも C が設置してないやつもどこまでそのメンテナンスのをしていくんだっていう議論にはなるので、まあ、その設置者に確認をさせていただくのが重要かなと思います。結構あれですか、もう野ざらしになってビリビリ、いや、ちょっとこう日差しみたいなのが少しあって、うん、ちょっと短いんです。あ、幅が、はい、だから独自で作っとんだと思うんですけどね、あのカバーは基本的にはもう、独自で設置された方のやつは、まあ、なるべくもう独自のその設置された方の、まあ、責任でやっていただくっていうのが原則になるので、まあ、実際その、所有者の方と、まあ、話すことぐらいはできると思うので、それはまた、まず持ち主に確認をさせてほしいなというふうに思います。で、おっしゃっていただいたように市の掲示板、これからあれ結構埋まってるので、ちゃんと地面に飛ばないように、あれ撤去するってなると、撤去するとなるで結構 大変かなと思ってまして、で、令和6年の夏までに方針決めて、できたら7年度の予算には載せてきたいなというふうには考えているところです。ありがとうございます。その他どんなことでもいただけたらと思います。あ、すみません、先ほど市長がおっしゃってた2024年問題、はい、当然田原地区のバスも収益が悪化していると思うんですよね。例えばそれによってそのバスの便の間引き、そういうものは将来起こる可能性はあるんです。で、もう一点、以前私活性化対策委員の中で、はい、会の中で、その受益者負担ということをね、発言させてもらうと思うんですよね、はい、やっぱり税金を投入するのは一部のね、受益者だけで得するというのもやっぱり不公平感がありますので、まあ受益者負担ということを今おっしゃったように、まあ、高齢者とか学生とかそれ以外のも、まあ、やっぱりその運賃を値上げする方向で検討していただければと思うんですけどね。ありがとうございます。この2024年問題って本当に大きな問題でして、ただやっぱりこの令和2年度に4台やったのを5台にさせていただいたり、なるべくこう快速便ですね、なるべくこう下道通って40何分かかってたのを、まあ、30分ぐらいで行けるような本数を増やしていただいたと、増やさせていただいたと。で、そうしないとやっぱりその朝晩 その通勤の方々の需要を吸収できてないという部分があるので、今のところこの2024年問題の影響を受けて直ちに減便をしたり間引くということは一切考えてないというのがお答えになります。ただ京阪バスから求められる負担が上がる可能性は多いあります。その場合もうおっしゃっていただいたように税を増やす、税投入を増やすか運賃収入を増やす以外道がないので、この全体の経費が大きくなるので、やはりこのもともと1対1でやってたのを今税が2まで来てるので、これ以上の比率にするっていうのはおっしゃっていただいて、なかなか使われてない方への説明が今度は難しい。なので方向性的にはやはりおっしゃっていただいたように運賃っていうのを少し
っぱりエネルギー価格も上がってきているので、負担を上げさせていただきたいとは思っています。ただ先ほども何度も言いましたように、とはいえやはり高齢者の方とか、学生とかまで一律にやるっていうのはどうなんだ、やっぱ行政の走らせるバスなんで、それは良くないと思っているので、方向性としては挙げますけれども、その対象者っていうのはしっかり考えての対応にしたいなと思っています。ありがとうございます。私なんか、まあ、ここに来られている方も旧村に住んでおられる方と思うんですよね。京阪バスを利用される方はほとんどないと思うんですよ。勝手に車で軽トラで運転して市場なんて行ったり馬行ったりという感じだと思うんですけどね。だから本当になんか一部の人だけの交通機関でいうのはそういう感じがするんですよね。まあ、とはいえやはり年間利用者数でいくと結構な数の方が使っていただいているのも事実なので、やっぱりそれとして充実させていくことと、まあ、他の方にとっての説明ができる範囲にするというのは両立させていければと思います。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。まだまだせっかくなんでいただきたいなと思うんですけれども、おそらくこの本日、ご参加いただいている皆さんも他の地域の皆さんとお会いする数と比べると、おそらく最もよく実はいろんな会議の場でお話をさせていただく機会があるかなというふうに思ってます。いつもありがとうございます。こうした場以外でもですね、いろいろと日頃からさまざま意見いただいているかなというふうに思います。特に下田原地域の皆さんにおいては、市全体の行政運営においてさまざまな側面でご協力いただいている部分もあります。引き続きですね、しっかりと意見交換させていただきながら、下田原地域にとっても、そして市場団体にとってもより良い支援を心がけていきたいなというふうには思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いを申し上げます。その他本当によろしいでしょうか。もしなければ、最後に私から1点だけ、下田原市特殊詐欺被害が大変多い町となっておりまして、いわゆる昔でオレオレ詐欺ですけれども、令和4年度とかもすごい額が1件あたり数百万っていうのが何件も被害に遭ってまして、こういう被害って結構不正に名簿取得される方が結構住所ごとで電話かけてきたりしますんで、変な電話かかってきたらですね、もちろん切っていただくのと、なんかこう隣近所でもですね、なんか今変なかかってきたけど大丈夫、騙されてんかって、本当に最近巧みな話術で、これは警戒してなかったらやられるなっていうような上手い言い方してきますので、こう相互になるべくこう被害を未然防止していけたらなと思いますので、ご協力よろしくお願いします。最後にアンケートなんですけれども、すいません、私もまだまだ至らないで多々ありまして、率直な意見書いていただきまして、次回の改善につなげさせていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではちょうど1時間となりましたので、これで第6回対話会を終了させていただきます。ご参加いただきましてありがとうございました。